こんにちは、授業準備 TV の梅子です。一日の始まりに行う朝の会、子どもたちが元気よく一日をスタートさせるのに大切な時間ですが、マンネリ化してしまっているとお悩みの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。朝の会を盛り上げる活動を知りたい、子どもたちのモチベーションを上げる活動がしたい、そうお考えの先生方に向けて、今回は朝の活動におすすめの1分間レクについてご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。投稿者の先生は、子どもたちが毎日楽しく学校生活をスタートできるように、朝の会に1分間レクの時間を設けていらっしゃるそうです。楽しくレクを行うことで、心を解放して1日をスタートすることができます。ここからは1分間レクの進め方についてご紹介します。1分間レクは、日直当番がレクの内容を決め、進行役となって進めていきます。レクを始めるときは、これから1分間レクを始めます、今日のレクは〇〇ですと発表してもらいます。順番に全員が担当できるので、子どもたちはレクの計画や進行を通して一人一人の自主性や責任感、自己決定力を伸ばす経験を積める点がポイント。レクの進行時にはタイマーを使って1分間測りながら行います。1分経ったら途中でも終わりにします。1分間レクは毎日短時間で行い、習慣化することが大切なため、1分を過ぎたりダラダラしないように注意しましょう。ここからは1分間レクにおすすめのゲームをいくつかご紹介します。はじめに、クラス全体で楽しめるレクです。1つ目はじゃんけんチャンピオンです。このゲームではクラス全員対先生でじゃんけんを行います。先生に勝った人だけが残る、や先生と愛子の人が残るなど、先生が指定した手を出した子どもだけが残っていき、最後に残った子どもが勝ちとなります。2つ目はネームトスです。このゲームでは子どもたちが円になり、投げる相手の名前を呼びながらボールやぬいぐるみなどを投げます。リズムよく続けていき、名前をスムーズに言えなかったり、うまく投げることができないとアウトになります。実践する際は、子どもたちが怪我をしないように柔らかいものを下投げで投げるように指導しましょう。次にグループで楽しめるレクです。一つ目は山手線ゲームです。このゲームはテーマを一つ決めて、そのテーマに合う単語を手拍子のリズムに合わせて順番に言っていきます。単語が思いつかなかったり、すでに他の人が言った単語を言ってしまった人が負けとなります。二つ目は一斉のせです。チッチーのや指すまなど、さまざまな呼び方がありますね。このゲームでは両手を拳の形にし、親指が上になるようにして自分の前に出します。そして一斉のせの掛け声で、参加者は親指を上げます。この時、親指は片方だけ上げても、両方上げても両方上げなくてもいいです。一斉のせの掛け声の後に順番に数字を宣言していき、参加者が上げた指の数と宣言した数字が同じであれば、片手を引っ込めることができます。2回クリアして両手とも引っ込めることができたら勝ちとなります。最後にペアで楽しめるレクです。1つ目はあっち向いてホイです。2人が向かい合って、あっち向いてホイのリズムで、1人は方向を指差し、1人は顔を動かします。指差した方向と顔を動かした方向が同じになったら負けとなります。2つ目はグリーンピースです。このゲームでは2人でグリーンピースと言いながらじゃんけんをします。グーはグリーン、チョキはチョリン、パーはパリンとし、じゃんけんで勝った方が次のじゃんけんの掛け声をしますが、この時、勝った時の手を2回言った後に次に出す手を言います。例えば、グーで勝った後にパーを出したい時は、グリン、グリン、パリンとなります。この流れを繰り返し、アイコになった時に先にドンといった人が勝ちとなります。ぜひ、1分間レク選びの参考にしてみてくださいね。1分間レクを導入し始めたばかりの頃は、日直当番の子どもがスムーズに進めることができないので、先生がゲームを提案したり、お手本を見せるなどしてフォローして、子どもたちが楽しめるように心がけましょう。子どもたちに朝から元気に過ごしてほしいなとお考えの先生方、ぜひ朝の会の一環として1分間レクを取り入れてみてはいかがでしょうか。今回は朝の活動におすすめの1分間レクについてご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。